いろいろ考えて物事を決めたことないから、なんだか頭がぽわーって熱くなっちゃった。知恵熱かなぁ。これからもよろしくね、先生。だった。はあー失敗しちゃった。先生、手当てしてくれてありがとう。 私もまさか任務中にこんな土地踏んじゃうなんて自分が情けないよ背後を取られた咲夜ちゃんを守ろうとして自分が怪我をしちゃうなんてどうなってるんだろう普通に考えたら自分を危険にさらしてまで仲間をかばっても意味ないと思うんだけどな仲間って自分のために作るものだよね 自分が生き残るために必要な存在なのに、その仲間を守るために危険を犯したら、本末転倒だよ。だけど、ゼロか一かの判断で、一瞬も迷わないで、守る方を選択しちゃったんだ。不思議。私自身が理解不能。ああ、最近の私、なんだか変だな 自自分で自分でがよよくわからないよ不思議観察自分にやってみようかなうんなんでいい子いい子って頭を撫でてくれるのもうこれ以上よくわからないことしないでよますます頭が混乱しちゃう <laughs> でもこれあったかくて気持ちいいね。 あのね私今そんなことしたなって思うのに全然嫌な気分じゃないのこんなことしてたら働きアリさんみたいに働かないアリよりも先に死んじゃうのにねそっか私分かっちゃった働きアリさんの気持ち分かっちゃった ルルルン武器のお手入れ楽しいなこうして布でキュキュッと拭くと、はあピッカピカ返り血で汚れにくいように表面にこの特別な塗料をつけてうんいい感じ お手入れをしてるの覚醒者にとって武器は大切な商売道具女の子なら当然お手入れも欠かせないでしょそれに悪魔さん達もおしゃれでかわいい武器に殺される方が嬉しいと思うんだあ先生ってば不思議そうな顔してる私のこと変な子って思ってる、うん、いいよ それなら好きなだけ私を観察して。最近気づいたんだけど、私先生に見つめられるの好きみたい。悪魔さんを殺す時と同じくらい。ううん、もしかしたらそれよりも。私の全部を理解できるまで、隅から隅まで。 そうだ、ちょっと待っててね。さらさらさらっと。はいこれ。この紙に私の住所を書いておいたから、観察したくなったら24時間、いつでもどうぞ。観察するのは慣れてるけど、されると思うと、ちょっとドキドキするね。この不思議な気持ち、私好きだな。<laughs> はぁ、あ、ー、はあ、武器を振るうのは楽しいな先生が見ててくれたらもっと楽しいのにって思って振り返ったらいた先生すごい私の考えてることがわかったのあれその手に持ってる箱はもしかして し入れ？ああの私困っちゃうの前だったら迷わずに先生を殺せたんだよだけど今甘いものを渡されて命を狙われても私多分先生を殺せないよ本当はそうした方がいいって分かってても体が動いてくれないの だからえっ違うでもその箱は前と同じお店の箱だし中に入ってるのもシュークリームだよね沖縄直産の苦いゴーヤを使った特製ゴーヤシュークリームえっそのお店そんなにおいしそうなシュークリームを売ってたの 剥がしたら中から毒特しい緑色のクリームが出てきたはあん苦いおいしいよ先生本当に私のことを考えて差し入れしてくれたんだね新しいお店も教えてくれてすごく嬉しいよこんなに素直に誰かに甘えたいと思ったのも 《甘えられて嬉しいなって思えたのも先生が初めて》<laughs> 先生大好き